ん、こんにちは、かほなんです。今日はスキー場にいるわけなんですけど、私のね、板が小学生の時に買ったやつなのね、まあ超年季入ってるんですよ。しかも小学生の時に買った時点でもう中古だったから、ビンディングもね、あと靴もね、超安い中古だったんですよ。だからね、全然新調されてないの。やばい、超ちっちゃいです。これで今日は滑ってくんで、どうなってみるか見てみたいと思います。それでは滑っていきましょう。普通に子供用なんで全然幅が足りてないから、一番端っこにビンディングつけてます。靴もやばい、劣化がやばい。トータル1万円ぐらいかな。もう買い替えたいな。では行きましょうよ。あたしやるぜ。わかるわかるわかる、すごい。あ、わかった、踏むって感覚。え、いい。おお、浮く浮く浮く、暴れれる、すごい。ダメですね。てか普通に身長にも合ってないし、多分私がやりたいことはこの板合ってないと思います。長いこと言ったけど、あんましこう調べてこようっていうか、なんかこう上達しようって気があんましなかったので、ちょっと今日は燃える日でした。次回てか来年かな、わかんないけど、板多分買います。バイバイね、買う。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。